カカです、ではこの動画ではですね、ダービーのデータ分析を行っていこうと思います。はい、で、東京芝2400ですね。はい、で、枠順別ですけども1枠がかなり有利になっています。で、あとは、2枠、まあ、うちですね、から4枠、まあ、3枠がちょっと相性悪いと、8枠も悪いですね。まあ、それ以外はある程度フラットかなと。ですから1枠にかなりバイアスが上がっているところに、注意していきましょう。はい、で、前走傾向ですけども、やはり皐月賞組が相性がいいと。で、京都新聞杯 NHK マイルというところも噛んでます。青葉賞も、勝ちはしませんけども馬券にはなるというところに注意していきましょう。はい、で、あと東西別ですけども関西馬の方が成績が、で、あと前走成績ですけども、そうですね、やっぱり日線組ってことは、まあ、結局皐月賞組っていうのが、相性がいいっていうところですね。この2200は京都新聞杯になりますね。で、1600は NHK マイルが中心ではないかと思います、思われます。はい、で、客室ですけども、差し馬追い込み馬っていうのが結構効いてます。逃げきついです。先行もまあまあって感じですね。差し馬に注意していきましょう。はい、そして人気別ですけども、1番人気、3番人気というのは勝ち馬が多く、出ていますけども、それ以外っていうのはかなりきついと。あと5番人気の2着っていうのが目立ちますね。ですから勝つのは1番人気から3番人気の上位馬になりますけども、2着とか3着になると、5番人気以下っていうのが台頭してくるというところに、注意していく可能性、と思います。はい、で、次、まあ、騎手、ジョッキーはここに挙げているジョッキーが主に絡んでいます。あと外人ジョッキーも絡んでいます。はい、で、ここに挙げているのは、各年度の、タイムと、それぞれ1着馬、2着馬、3着馬の、上がりタイムですね。で、あと上がり順位っていうのはこの丸数字になります。見てもらって分かるように、この数字が2桁っていうのはもうほぼ先行逃げ切りっていう、感じの馬ですね。まあ、ある程度数字が若いってことは差し馬は聞いてますけども、穴を開けるのは、前に行く馬っていうところが、見て取れるのではないでしょうか。あと、ここに出てます通り2011と2009というのは不良ですね。2011もこれ不良です。ですのでタイムが、かなり、遅くなっているところに注意で、近年は、晴れているとやっぱり1分24秒前後っていうところが、まあ、2年前はね1分23秒2というかなり、早いところになってるんです、決着になってるんですけども、そのあたりも注意していかないといけないのかなというところです。で、あと血統に関しましては、まあ、サンデーサイレンス×団地比っていうところ、サンデーサイ SSK ですね、それがメインですけども、あと去年みたいにディープ3区ですね、ディープインパクト3区が、1、2、3決めることもありますので、そのあたりも注意しておくべきかなと思います。あと、もう一つオークスに負けになった決闘っていうね、例えばサンデーとか、まあ、もっと言えばハーツクライ×ハーツクライに例えばニジンスキーとかっていうのがもし来たら、その同じような決闘っていうのは、条件一緒ですからね、東京2400っていう条件一緒なんで、同じような血統背景を持つ馬が来やすいものになります。あと、ちょっとね、今回ハービージャー3区が、多いので、ちょっとハービージャー3区について、いろいろ調べてみました。で、ハービージャー3区は道荒れでも走る。で、適正距離は1600から2200と書いてますが、まあ2000前後が強いですね。成績いいですね。で、この馬、この3区っていうのはエンジンのかかりが遅くて、瞬時にスピードには乗れないと。で、北海道競馬で、注意がいる、注意というか成績がいいので、この夏ですね、注意しておくべきことかと思います。ね、力のいる馬場は得意だと。で、ただ福島、新潟が苦手であるというところもちょっと押さえておいてください。まあ、これはダービーだけじゃなくて、ね、今後ね、もうどんどん活かせるためにこういった情報を、提供いたします。と、東京2400の、成績っていうのはこういった感じで、副勝率 26.1 と。で、ディープが 36.8 ということで、まあ、ディープ3区には注意しないといけないと。ね、この東京2400っていうのは、平場であったりとか条件線とか全て、特別とかも全部ひっくるめています。
はい、で、他の3区っていうのがここに載っている数字になります。であと、まあ、ハービージャー3区2000が僕の中で超、成績がいいので、特に中山と阪神いいなと思ってみたんですけど、東京も良かったです、ね、ここに右に出てる数字すべて副勝率です。で、見てもらうと分かる通り、やっぱり中山と阪神に勝ってるなっていうところなんですね、東京にと比べて、中山阪神の勝率、副勝率っていうのはかなりいいっていうところで、そこも注意して今後ね、馬券の一つ対策にしておいていただければと思います。はい、で、あと今年の注目馬、まあ、他にも注目馬いるんですけど、とりあえず現中で気になる馬、カルダナ・ビナブル、アルワイン、サトノアーサー、ベルシャンナイド、サトノクロニクル、レイデオローと、まあ、これらは特にちょっと気になるかなと思います。まあ、これ以外にね、いるんですけどもね、ダノンメジャーちゃうな、ダイワなんとかとか、ちょっと名前忘れましたけどね、そのあたり、ね、買ったものとかね、はい、といった形です。はい、ちょっと駆け足です、いきましたけどね。で、はい、といった感じで、まあ、いつも本当にご視聴ありがとうございます。まあ、よろしければチャンネル登録だったりとか、ブログ、ツイッターの方、ご参考にいただければと思います。いつもどうも本当に、ご視聴いただきありがとうございます。それでは失礼いたします。